家族でもカップルでも楽しい動物園。生き生きとした姿を見られる工夫や迫力の大接近など見どころ満載ですね。そんな動物園で最近活躍が目覚ましい女性たち、仕事も飼育員だけじゃないんです。大学と協力して動物園でも最先端の研究を行い、それをお客さんにも見てもらったり、研究の成果を動物たち、そして人間の幸せにもつなげようと考えたり、女性ならではの感性が光ります。そんな動物園ガールたちが超高齢のおばあちゃんザルを通して発信したかったこととは。古都京都、京都市が運営する京都市動物園があります。連日大にぎわい。人気の秘密は動物たちの能力を間近に見られる楽しいイベント。うわぁ豪快。実はこの動物園、東海地方ともいろいろと縁があるんです。こちらアフリカに暮らす珍しい猿マンドリル、そのコーナーにできる人だかり。数字を小さい順に触っています。すごい。これルーツは愛知県。そう、一方の特集でもたびたびお伝えしている犬山市の京都大学霊長類研究所。言葉や数を覚えたチンパンジー愛の学習です。実は大学と京都市が連携し、7年前から動物園でもこうした学習を始めたんです。その上達ぶりが気になって毎日のように見に来るお客さんもいるそうですよ。そしてこの6月、京都市動物園に霊長類研究所で学んだ2人の女性が就職しました。山梨由美さんの専門はストレスと動物福祉。動物のストレスを科学的に測ることで幸せな暮らしとは何かを探ってきました。人も動物も割と共通のメカニズムがストレス反応があったりするので、やっぱ動物がどんな風な心状態、精神状態とかで暮らしているのかっていうのは、割とそのまま人の生活を顧みることにもつながることもあると思うので。そうですね、人間も動物の一員。動物園はそんなことを思い出す場所でもありますね。もう一人は桜庭陽子さん。霊長類研究所では病気で体が不自由になったチンパンジーのリハビリなどを研究しました。培った経験を動物園でもっと多くの人に伝えたいそうです。2人が動物園に入って2ヶ月ほど経った7月の終わり、専門を生かす絶好の機会が訪れました。夏休みを利用して2週間の実習をする大学生たちの指導です。博物館などの仕事に役立つ学芸員という資格を取るコース。参加したのはさまざまな大学から集まった男子1人に女子5人。でこれを使う時が一番ちょっと危なくって。危ない？こんな感じですね。あ、電動ドリル。これから実習生たちにあるものを作ってもらうんです。材料はこちら。これは消防ホース。古くなったものを地元の消防団から譲ってもらいました。それを折りたたみ、ドリルで穴を開け、
金具を取り付けます。初めての経験に実習生女子たちも楽しそう。桜庭さんの指導で奮闘すること1時間。できた、素晴らしい。出来上がったのはこちらって、これ何？ヒントはこちら、ゴリラの子供が、なんか遊んでんな、追っかけっこ、お母さんと遊ぶ。その向こうのこれ、あんな高いところにも、こちらチンパンジーのところにも、木に登る動物たちが本来の運動能力を発揮できるようにと考えられた特製ハンモック、霊長類研究所で研究されていたんです。はい、チーズ。でも実習生が作ったのは随分とシンプル。実は使う動物が違うんです。びっくりしてるね。インドや中国に暮らすアカゲザル、なんだか動きが、実はここ年を取ったアカゲザル専用の部屋。最高齢の磯子おばあさんはなんと1978年生まれの39歳。ってことは、おばあちゃんですね。アカゲザルで39歳は驚異のアカゲザルだと思いますね。普通は20代で天寿を全うすると言いますから、確かに驚異的。他にも20歳を超える4匹が一緒に暮らしています。この部屋ちょっと古いですが冷暖房完備なんです。通路を通って屋外に出ることもでき、好きな場所で気の合った相手とのんびり。ちなみに元いた猿山はこちら。大勢の仲間がいて賑やかですが、その分食べ物をめぐる競争や喧嘩もあります。それで高齢の猿たちには専用の部屋を用意したんです。そんなお年寄りたちにもっと元気で長生きしてほしいということで、このハンモック、ゆらゆらとくつろぎながら適度に運動、隙間の多い形は食べこぼしなどで汚れないようにという配慮です。元は霊長類研究所の女性職員のアイディアだそうです。いける、猿になった気分は。様子を見に来たのは飼育担当の坂東春菜さん。学生時代にこうした実習に参加したのが一つのきっかけで動物園に就職したそうです。普段から細かいところを見ている坂東さんの助言も聞いて、登りやすそうな場所2か所に取り付けました。どうかな。実習生たちの力作、気に入ってもらえるでしょうか。恐る恐る入ってきたのは24歳のオス、貫禄のあるおじいさんなんですが、あれ、通り過ぎてしまいました。こちらのおばあさんは、何あの変なものはという顔。年を取ると新しいものに尻込みしがちという傾向が、猿は人間以上に強いんです。せっかく作ったのにがっかり。でもそれが実習のポイントでもあったんです。同じハンモック、実は猿山の若い猿たちにもプレゼントしました。こちらは取り付けている最中から興味津々。終わると早速来ました。あ、変わってる。
実習生たちも大喜び。好奇心も元気もいっぱいの若い猿たちはすぐに新しいおもちゃとして受け入れたんです。そんな違いも山梨さんたちが実習生に気づいてほしかったことでした。まあ、私たち人間も、まあ、猿たちも同じで、子供から思春期になり大人になり、そしてだんだんこう老いていくっていうような道筋をたどると思うんですけれども、そういうように変わっていく中で必要なことも変わってくる、まあ、そういうようなところを感じてもらえたらなと思います。一人一人のニーズを汲み取る福祉、人間の幸せにも大切ですね。動物園からそんな発信もできるんです。他にもチンパンジーのお勉強ではできなくても怒ったら逆効果、あ、惜しいね、褒めてやる気を引き出すのがコツとか、食べ物をいろいろな場所に隠して一気に食べられないようにすると見つける楽しみも味わえて心にも体にもいいとか、貴重な体験をした実習生たち、そして8月に実習をした次のグループが消防ホースの中に食べ物を隠す改良型のおもちゃを作りました。今度はお年寄り猿たちも気に入ってくれたそうです。女性の細やかな感性や行動力でどんどん進化していく動物園、ますます素敵な場所になっていきそうですね。